はい、受けてきました。第303回、9月11日午後のトイック公開テストの感想をいきたいと思います。まずパート1ですね。ややむずですね。なんだこの表現みたいなね、難しい表現が多かったんじゃないかなと。自分は聞いたことあるけど、わかんない人多かったと思います。パート2。まあ、普通かな。引っ掛けは、ややこしいのはありましたけど、そんなでもなかったかな、今回は。パート3も普通ですね。パート4がむずかった。場面が浮かばないのがね、やっぱ前半からガンガンガンと来て、なかなか皆さん苦戦したと思いますね。続いてパート5。難しいね。ややな、文構造複雑なやつが、結構多くて。で、今回分かんない問題もありましたね、自分自身。次、パート6。はい、これもややな、場面が浮かばない。なんだこれって言って何度も読んじゃうのが出ちゃいました。で、続いてパート7が、これむずい。もうね、照らし合わせが厄介でしたね。非常に。まあ、ダブルパッセージ、トリプルパッセージね、いつも早く行くんだけど、今回結構時間かかっちゃいましたね、見つけられなくて。はい、皆さんどうでしたか？